2年目からはもう、何ですか、自分がエースみたいなことに、何て言うんですか、言われてて、で、まあ1年生の時も言われたんですけど、大勢さんがいたので、大勢さんの方が自分は強いと思ってたんで、その時は、大勢さんがエースだと思ってたんですけど、まあその学年が、あの、下の時から、その、自分がこう走らないとチームが勝てないっていうか、 エースが勝てないと、エースが走れないとチームは勝てないっていうふうによく言われると思うんですけど、まあ、その気持ちが、その、社の学園の時からあったというか、なんでやっぱ自分がやらなきゃっていう思いで、箱根に限らず全ての駅伝で、まあ、やってました。そういう気持ちで。最初の頃って、特に箱根って結構突っ込めなかったじゃないですか。あれって監督の目でなんか、逆にトラックで戦うためには、もうちょっと突っ込めるようにならない。後半粘るようにならない。 なんかそのトラックにつなげるために箱に壊してほしいなとかそういうのってなかったうんちょっとあるよねまあ今もやっぱり最後まで持たそうというのはどっかあるんでまあそれが少しずつやっぱり自信になってもう少し突っ込んでいってもいいのかなとは思うようにはね、うん、思ってた時はありますけどねまあ慎重すぎるなと思うぐらい慎重すぎるなって感じはしますけどね変わってきたな 3年の全日本あたりですよね最初は距離に対しての不安があったので、まあ、その1年生とかは余計その二十何キロなんて走ったことなかったんでやっぱ最初のペース配分を見捨てしまうと、まあ、後半ちょっともうダメになっちゃうかなっていう考えが強すぎて最初の方はもう今でも見てますけど3分ぐらいで入って怒られたのをもう覚えてますけど <laughs> いや本当にでも自分に対して気持ちがまだ弱かったっていうか。 まあ時だったのでそれがまあ払拭されてきたのはやっぱ自分がこう自信がついてきて挑戦しようって思えるような状態まで自分の気持ちがまあ強くなってきた時がその三年実業あ全日本あたりだと思うので、まあ、そこでちょっとチャレンジしてみた結果上手くいいっったからっていうのもあります、はい、前ほら「入りの5000円が、ね、13分50だったらそのままいけるんですよ」みたいな感じで。 前半、うまく入れたら後半も持つみたいな、やっぱそれって駅伝とリンクしてるんですか、その駅伝突っ込めるようになったから、トラックでもある程度突っ込めるようになったみたいなあります、いやどうですかね、それは、まあ、自分は別個で考えてるんで、やっぱりその、うんまあ、駅伝で突っ込めるようになったからって言って、そのトラックではまた別物っていうか、はいまあ、それは、うん、別で考えてるんで、なんていうんですかね、直結はしないかなと思います。監督の目で見ていこうかですか いや、もう全然違いますよ。やっぱり気持ちの問題だから、あの、駅伝っていうのは。やっぱ気持ちの強いものは、まあ、後半恐れず、まあ、やるやつは、もう、もっと多分、田沢の、えー、力だったら、もっと早く入る子は入りますから。だからその辺は、やっぱり、あのー、その性格っていうか、まあ、そういうのも含めて、あの、駅伝はね、だから最後までやっぱり、 走りそうというようなのがどっかちょっと頭の中にあるので、だからちょっとやっぱり5キロは余裕は持ちながら入ってるんだろうなって、いつもは思ってますねます。うんだから、トラックの場合はもうタイムを出さなくちゃいけないので、だから前の集団ね、トップ集団についていかなくちゃいけないから、まあそれはもう全然頭の中には多分ないので、もうつけるところまでつかなくちゃいけないっていうものがあるから、 まあだからあのタイムもまあまあいいタイムは出るんだろうとは思うしだからやっぱりそれはもう全然別個なんでうんだから気持ち的にやっぱそういうふうにあの最後までこのぐらいでもいけるんだなと思ったらまあ13分45ぐらいで突っ込んだら突っ込んでもやっぱりいくんだろうとそれがやっぱりちょっと後半あのもしかしたらうね ペースダウンしちゃうかなと思ったら、やっぱり十三分五十五ぐらいでしか行かないんだろうなと思う。だ、その差だと俺はもう。うん、うん。だからもう自信を持って、もう最後まで絶対俺は行けるから、十三分、ええ、四十から四十五でも行けるっていうようになったら。行くとは思いますけどね。そのために。だかいいトレーニングの場になったんです。やっぱそれも関係ない。ね、それは関係ない。関係ないな。うん、全然関係ない。トラックはトラック、やっぱ別。別物ですね。うん。やっぱトラックはね、やっぱ別物ですよ。そう、ね、やっぱそこ 分けてんじゃ強化しないです、うん。そうそうそう,そう,そう。どうですかいつぐらいから、まあね、2年の日本選手権で3年でオリンピックチャレンジしたじゃないですか。いつぐらいから広まれつけて走るというのが現実的な目標になりましたか ?2 人 2> いや、もう2年ぐらいの、うん、後半じゃないかな。多分だから、アルバカーキ行った時<ん>そうそうだな。あ、翔子さんと。1年目 ?2 年目かな。 一年目、翔吾さんと一緒あ、ったの一年目の後半だろ。はい、あ、一年目の2月だよね、はい。はい。話し始めたのはそこそうだよね。はい。うん。もう、もう、その世界を目指すんだったら、やっぱ翔吾たちもね、マラソンで世界を目指すってやってるんだから、お前もまあトラックで、やっぱり世界を目指してほしいなっていうのもあったからね。まあそのあたりぐらいから、やっぱり、うん、目指そうと思って、やって、まあ日本選手権で、やっぱり、 上位に入らないといけないっていうことで、まあ静岡の時に、まあ芽吹と、ね、やってた時に。あれ3年目ですね。あ,あれ3年目か。うん、あ、あの12月か。そう、月。年の、はい、うん。あの時に、だから、あれだな、挑戦したんだよね。うん。藍山はあれ出し、出した時が。2年生の時にもある程度狙うつもりで出てた日本選手権ったんですね、あの月。そうそうそう。あの時は、あのー、 うん、やはり相澤たちとやっぱりもうどこまでいけるかなっていうそういうやっぱり戦いをしたいなとは思ってましたね。その東京オリンピックに出るにはそこでやっぱ記録をその出すレースでもあったのはもう最初から知ってたっていうかペース目がついてやってくっていうのはもう知ってた状態での日本選手権だったんで、まあ、自分がそこで、まあ、オリンピックに出る ならやっぱそこでその先頭についていって、ペースメーカーについていって、3番以内に入るっていうのはまあ条件の一つっていうかだったので、挑戦しようって自分も思っていました、その日本選手権はちょっと一旦リラックスした質問に変えますけど、うん、今も同じ目標がこうやって一致したわけじゃん1年の冬から、うん、いつぐらいから2人の気持ちってこう重なり合うっていうか、ずれがなくなったんですか。もう常に心があ 一心同体だな、みたいな手応えっていつくらいからですかね。やっぱもう目指すところが一緒だったから、そういう中では、あの、行きましたね。大体だから次はどこで記録を狙うかとか。<laughs> まあだから、まあ今、今思うとね、やっぱり、うん、かわいそうだなと思うのは、やっぱり駅伝っていうものがあったから、だからその時の12月もそうだし、その27分23で走った時も、 やはり全日本あったり、だからそういうところでね、ちょっと大学でその記録を狙うっていうのがね、ちょっとかわいそうな時期でもありましたよね。だけどやっぱそういうものも覚悟でね、やってくれてたのがやっぱり私なんかは、まああの、やっぱ強い選手だなって。やっぱその一つ一つにね、やっぱ集中してくれてたから。だからやっぱその辺は、だから、 あの、よかったなっていう思いはあるし、やっぱり気持ちの強い子だなという思いはありました、ね。逆にどうですか田澤さんはいつぐらいから大八木監督と卒業後も一緒にやっていこうって決断したそれは、2年生の11月22日に自分が言いました。でも、その前から、その監督から、その、翔吾さんとやってたので、 その、一緒にやるか、みたいな話を、まして、で、考えてて、でも自分、もともとここに入ってくる前に、もう絶対、こう、監督の下で、やったら強くなるっていうような確信があったので、もう、その今、なんていうんですか、まあ、今後も、その、まあ、続けていくと、そう考えたときに、ま、そのその、記録も伸びてましたし、まあ、結果も出てたっていうのもあったので、まあ、一緒にやって、 で、っていけば、その、ね、実業団の指導者が仮に、まあ、こういう監督とやめて、実業団の指導者の人と新しくやるって言ったら、この4年分を知ってる監督、自分を育ててくれた、あの、監督と、何も知らないっていうか、ゼロから始める、監督と始めるなら、やっぱ4年分を知ってる監督の方がまず、 いいって普通になるのとあとでもそれだけじゃなくてやっぱその熱意とか自分に対する思いっていうのがめちゃくちゃその伝わってきてたんで、まあ、今後もだから一緒にやっていくと、まあ、本当に自分が目指しているところ、まあ、お互いに目標としているところも達成できるっていうふうに思ったので、まあ、そ,のそれが思ったのが2生の、まあ、そこらへんですねいやあの多分僕は相性が良かったと思いますあのそういう部分の中ではね あの話しやすかったり、自分のことをやっぱりこう分かってくれてたり、やっぱりあの自分の意見も含めて聞いてくれてたりっていうのもあっただろうし、だから私の方も,もう可愛くてしょうがなかったのもありましたし、まあ怒る時も怒りますけど、もだから、まあ本当、子供のようにあの僕も接してましたから、だから、まあそういうところでね、やっぱりこう、 うん、自分の息子だったら今夢叶えさせてあげたいなっていう思いもやっぱりありますからね。だからそういう面ではまあ本気になってたのもありますね。で何しろやっぱりやれる子だったんでだからあの常にもう私があのテーマを考えてやってたものをやっぱりやってくれてたしだからやっぱそういうのではねまあ本当にあの自分とやっててね この子はまあ今まで何百人の子たち育てたんですけどもなかなかこういうことも出会えないなというところも感じたところもありましたしまあ今回なんか特にそうでしたよねまあ今回のね箱根はもう本当にあの俺あんまり言わないんだけどあのオール終わった瞬間に「田沢はすごいな」って テレビの中にちょっと出ちゃったなというぐらい、そのぐらい、俺も自分の中で、いや、あんまり褒める方じゃないんですけど、あの時にはもう本当にオーローが優勝できたのはもうこいつのおかげだったなとか、やっぱそういうものも含めてね、まあみんな走ってはくれたんですけど、特にやっぱりあのコロナにかかってね、2週間の中で仕上げてた中でね、あれだけのことをやれるのは、なかなか精神的にもやっぱり集中して、 まあやれる子じゃないとなかなか無理かなと思ってたので、まあそういうところはね、あのまあ若干自分でも、うん、見ててよかったかなという思いはありました。今の言葉を受けていかがですか。うん、いや自分もその相性がいいからっていうふうに、まあ、思ってました。まあそのうん、んその監督の熱意が本当に自分はなんか伝わってくるほど本当強いので、なかなかやっぱ他の 何ん,んですか、えー、指導者、大学の指導者みつも多分いないと思います。ってか、なかなかってかいないと思います。で、なんかいろいろこう話し聞いててもそうなんですけど。で、こう、しっかり自分と、こう、なんて、うん、まっとうにこうやってくれる監督っていうのは、うん、だからすごい自分的にも良かったから、この、まあ、ここまで伸びたっていうか、なんっていうふうに、ま、思いました。はい。かがです ?4 月以降って どんな感じ変わらないですかか変変わわっていいくんでですすらなよだけど僕はあの大学みたいな形ではまたしないのでまあ小5たちもやっぱ大人として多少やっぱり少しはねあのやっぱり接したりなんかしていきますからやっぱりあのきちっとあの、ね、規則っていうよりはルールはもう当たり前のことを当たり前のようにできるようなもう人間だと思ってますから。 だからそういう部分の中ではねまあ人に迷惑かけないで自分の中でしっかりやってくれる人間だと思ってるんでまあある程度今大学生として見てるのと違くてやっぱ本当に少しずつ大人になってきてる一選手であると思ってますからまあそういうような形でねえ見ていってえその世界を目指していきたいなという思いはもうありますけどね、う。ん いい。や変わらない自分は変わらないとは思いますけど多分変わらない、ね、はい <laughs> 自分は変わらない変わらない方がいいと思います、はい、多分それはなぜいや <laughs> なんでこれでずっとやってきたからですか、うん、はいこれがこれいい関係がこうだって今がいい関係なんでこれを別に変える必要はないっていうかはい、うんうん